ギバチは生詰めギギ科に分類される魚。地方により、ギギュウ、ギンギョなどと呼ばれる。九州西部に生息するアリヤケギバチも以前は、同種とされていたが、近年は、染色体数の違いなどから別種とされる。日本固有種。神奈川県、富山県以北の本州。全長、約25センチメートル。体は細長く、体色は、茶褐色から黒褐色で、鱗はない。 上顎、価格それぞれに体ずつ、合計8本の口ひげ、胸びれに1本ずつと背びれに2本、合計4本の棘を持つ。棘には毒があるとされる。尾ひれの公園がわずかにくぼむ。幼魚には黄色味を帯びた明らかな反紋がある。流れがあり、比較的水質も良い河川の中流域から上流域下部に生息する。石や岩の下や石垣の隙間。 よしの間や、倒木の下に潜む。主に夜間活動し、水生昆虫や小魚などを捕食する。養魚は、農業用水の水路を利用することもある。産卵期は6から8月。関東地方の河川では、水質汚染や餌となる、水生昆虫の減少の影響を受け、個体数及び生息地を減らしている。ABC 木村よしし。 フィールドベスト図鑑日本の淡水魚学習研究者2000年8月4日 ISBN4 から05から401120から9ありがとうございます